この映画はですね、2018年からですね、取材を開始いたしまして、2022年のですね、7月に、チェコのカルロビバリ国際映画祭という映画祭でメインコンペティションに選ばれました。で、2023年の6月9日、沖縄先行上映、そして7月7日から、全国で上映という形で、本日は、舞台挨拶をさせていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ズバリ、この映画のストーリーなんですけど、はい、これは実際にのことなのか、それと もう完全にフィクションなのかというか、どこまでがこう実際にあったことなのでしょうか。はい、本作は、2018年頃から、沖縄で僕と、北川プロデューサーと、もう一人沖縄の、中曽根さんという、女性のプロデューサーと、フィールドワークをして、実際に長期にわたって沖縄で滞在して、取材を繰り返しながら、書いていった本です。で、最初沖縄に行く前にある程度のプロットというか、大枠みたいな、あらすじみたいなのは決めていって出たんですけれども、沖縄で取材を繰り返すうちに、実際に当事者の、少年少女たち、少女たちですねの話を聞いたり、児童相談所であったり、社会福祉の方であったり、いろんな方々から、少女たちの話を聞いて、全然形が変わっていって、でいろんなエピソードを彼女たちから聞いて、僕が、脚本にそれを紡いでいったって形になるので、ここで描かれている、言葉であったりセリフであったりエピソードっていうのは、限りなく、実話に基づいている、映画です。はい、ありがとうございます。この映画で、主演をやっている花瀬琴音さんの、お芝居についてお伺いしたいんですけれども、演出でこだわった部分ですとか、なんかそういったものは何かありますでしょうか。はい、演出でこだわったというか、演出の方法として、実際に彼女たちに、撮影する前から、実際は1ヶ月以上前から沖縄の、実際に彼女 のロケ地の舞台になったマンションを僕たちが、借りて飾ってたんですけれども、そこに住んでいただいて、当事者の女の子たちに彼女たち自身が取材を、繰り返したり、一緒に生活したりっていう中で、彼女たちに、脚本をの文字を覚えてもらうんではなくて、彼女たちに実際にフィールドワークをしていただくということを繰り返しながら、その撮影日になったらその日にやる台本を渡していくっていう手法で、撮影をしていました。この映画、花瀬琴音さんを選ぶまでに、出会うまでにっていうことかもしれないですけど、半年間いろいろな、場所でオーディションをやりまして、沖縄でもオーディションをやらせていただいて、大体300人ぐらい来ていらっしゃいましたかね。で、東京でも入れるともう千何百人来て選んだわけなんですけど、半年ぐらいかかりましたよね。はい、その時に花瀬さんを、沖縄の方ももちろん選択肢にいる中で花瀬さんを選んだ理由っていうのは何だったんですか。まず、一つの要因としては、何百人もいる中で東京でオーディションを、やった時に、もう最初から彼女はもう東京でやった時のオーディションではもう彼女が、もうぶっちぎりだったので、彼女にやっていただきたいっていう気持ちは持っていて、で、もう一つやっぱ沖縄の、本当に実際に沖縄のコザに住んでいるような、演技者じゃない、素人の女性たちも含めてオーディションをしていたんですけれども、やっぱりその花瀬さん、すごくいいなって、初めて会った時に思ってた時ぐらいに、沖縄でオーディションをして沖縄の人にこの葵っていう役を演じてもらうのはかなり危険性があるなと思ったんですね。やっぱり沖縄のこういった問題ですから、沖縄のこの部分っていうものを描くにつれて、やっぱ当事者にかなり近い位置に住んでいる、素人の方にこの責任を負わすってことはかなりリスクがあるということを途中でやはり自分で気づいて、で、もうそれ以降はもう彼女一択っていう状態になって、はい、っていう感じです。わかりました。この映画よくそのドキュメンタリー
のようなとかっていうふうにまあ言われることはあるんですけど、もちろんドキュメンタリーとフィクションというのはもう全く撮影方法というか、まあ、そもそもアプローチの仕方も違うと思うんですけど、僕は実際に結構そのドキュメンタリーに近いようななんか主要な作品っていうのを自分でプロデュースもしたことあるんですけど、監督のその取材の仕方っていうのが僕の中ですごく印象に残っていて、なんかこう大冗談ではないというか、取材をしている感じで取材をしないというか、なんか取材ですごい気をつけてることみたいなのってあるんですか？そうですね、僕たちは例えば児童相談所の職員であったり、そういう、社会福祉やっていたり、そういう機関の人間ではないですし、教育者でもないですし、ましてや政治家でもないですし、警察とかでもないので、まあ、一人の人間として、この子たちにそのパーソナルな部分を聞く上にあたって、やっぱりまず友達になるじゃないですけど、本当にまずこの腹を割って、普通の会話ができるところからじゃないと、こういったエピソードとかこういった話っていうのは聞けないなと思ってたので、まずそこからのスタートだなっていうのはあったので、はい、普通の会話をしていく中でどういうふうにこう、あ、これは脚本になるなとか判断したのか、どういう目線で人を見たらなんかこういう脚本がこう出てくるのかっていうのを、なんかコツじゃないですけど教えていただいてもよろしいですか？そうですね、モデルになった葵のモデルになった子が何人かいたんですけども、その子たちと仲良くなったり話を聞いていくうちに、葵と自分をこう同化させていって、で自分が葵たちの気持ちになるまで、自分とシンクロさせて、で脚本を書いていくという、シナリオに関してはそういう段階で書いていきました、はい、限りなく彼女たちの目線で書くっていう。何かご質問ございましたらです。なぜそのこの沖縄のこの問題を描こうとしたかっていう根本的なところの、その動機づけっていうところですかね、ちょっと教えていただければありがたいんですが。はい、根本的な動機づけ、ここもよく言ってることなんですけれども、僕が助監督をやってる時にですね、東洋一監督っていう有名な著名な監督がおられて、その方はよく沖縄でドキュメンタリーを撮られてたりとか、その同じ会社で働いてるジャン・ユン・カーマー監督っていう有名なドキュメンタリーの監督がおられたり、非常にそういう沖縄の題材にした、映画っていうものを、自分が資料として見るっていう機会があって、そこで初めて、あ、沖縄って全然この日本の僕が住んでるとこと全く文化が違うんだなっていうのが最初の入り方で、で、それがきっかけで沖縄でどんどん発信されているこういった社会問題、シングルマザーであったり DV のことであったり、若年母子のこういった社会問題を題材にした、ノンフィクションの本であったり、社会学者がさんが書いた本であったりっていうのを自然と僕は読むようになっていって、で、こういった、そこに出てくる少女たちにものすごく、ちょっと語弊があるかもしれないですけど、すごく彼女たちが出てくる彼女たちが魅力的に感じたんですね。で、なんでこんなに彼女たちに引きつけられるんだろう、どうしてこういう気持ちになるんだろうっていうところからがこの映画の出発点になっております。はい、全然隙がないような映画内容だったと思うんですけど、で解決策っていうか、なんか、監督どう考えておられます？まず一つ言いますと、僕政治家じゃないんで、この世界を変えようと思ってこの映画作ってないですね。まず彼女たちは未成年です。なので彼女たちにそもそも責任ってものが生じる世界じゃないんですね、本当は。でも今のこの社会ってどうしても、未成年の子たちに平気で自己責任って言ったりする社会なんですよ。で、なんでこの映画が救いにかないっておっしゃったんですけれども、僕は限りなく彼女たちに希望ある未来を、歩める社会を目指すべきだっていう志では取っているんですけれども、やはり現状今これは続いている問題であって、終わらない問題であって、それを僕がこうあれば解決するんじゃないかとか、こうすれば問題は解決しますよっていう、しかも沖縄の当事者でもないですし、僕しかも何なら男なので、そういったところでじゃあどういうふうにこの彼女たちと向き合ったのかっていう、その作り方、例えば沖縄の少年少女たちと一緒にこの映画を作りましたし、沖縄のうちなんちゅの
の女性おばあとか、ずっとこの問題は続いてるんですけれども、まず僕はこの問題を知らなかったんですよね。で、じゃあ沖縄の人は知ってて、この内地の人間の僕らがなぜこの問題を知らないんだろうっていうところも、まずやっぱり根底にこの問題にはあって、で、まず解決するっていうことではなくて、少しでもこの問題ってものを知ってもらうきっかけになればいいなと。それが、まあ、知ることによって、この問題を少しでも、例えば若い女性たちとかシングルマザーの方となんか会話するきっかけになるっていうことが、まあ、映画でできる、映画はメディアではないと思って作ってるんですけれども、まあ、きっかけの一つにでもなればいいかなと思って作っていた所存です。はい。男性についてどのように描こうと思ったのか、この映画においてっていうのをお聞きしたいです。はい、僕は男性なので、まあ、出てくる人間がとてつもなく残酷な行動をしてしまうんですけれども、実はそのマサヤっていうのもお母さんがいたと思うんですけれども、やっぱりあれもこの社会の縮図から出てきたキャラクターであって、で実際じゃあ沖縄のあの彼マサヤがあんな暴力を振りたくて振るってるわけではなくて、でも振るってしまったりとか、でもああいうふうな刹那的な行動をなんで取ってしまうのかっていうことが、そもそも論僕らが内地の人間が知らない社会構造みたいなのがあって、で僕らがそれを取材しながら、じゃあどういうふうにどういった気持ちであの暴力を振るってしまったのかっていうのはすごくあの気をつけながら、でも僕らはあのやっぱ監督の僕が例えば当事者のぶん殴っちゃったあの男の人に何人も取材しても、殴ったっていう事実関係は教えてくれるんですけども、殴った時の気持ちとか、なんで殴ってしまったんだっていう後悔のこととかは、本音の部分は全然話してくれないんですよ。なんですけど、うちのこの演じてくれた佐久間くん、マサヤっていうのは、そのそいつらと本当三日三晩飲んだり、友達になって仲良くなったり、で、そこでなんか多分あの殴った後の逡巡した表情とか、でもあのお母さんに逆らっちゃってしまったりとか、彼も子供なんですよね。なんかそういうのがすごく俳優さんに託した部分でもあり、あの僕が信じてた部分でもあるので、あのそういった面に関して、特にあの男だけではなくて、例えば児童相談所の人たちであったり、警察の人たちであったり、いろんなこういったあの葵を追い詰める、ことになってしまう人たちに関しても、やはりあの社会の構図であったり、沖縄のそういった部分、社会問題のところから歪みから出てしまったキャラクターなので、あの悪く描こうっていう気持ちでは全く描いてなくて、あの本当にどうしたらいいんだろうなっていう風になってしまうように、あの構造的にあの見えるようにはあの意識はしました。はい。そのすごく素朴な疑問で申し訳ないんですけども、主人公がその英単語の書かれたその服を着てたりとか、あとなんか妙に星条旗をなんかこうモチーフにしたような服を着てたりとかしてるんですけど、何かそこに意図とかあるの？一応スタイリストはいるんですよね。でこっちで衣装はいろいろ用意してるんですけれども、あの昔の本当に大昔の映画、日本の映画監督さんであの今村翔平さんって方がおられて、あのその方がすごく撮られた手法でメイクも衣装もいるんですけれど、自分でちゃんとそこはトータルで演技をするために選んでるんですよ。なので、あの実はあの「Go the Distance」って書かれた服とか、アメリカの国旗が書かれたような服とかっていうのを着て、彼女着てるんですけど、本当そこの辺のボロ市っていうところで10円で買ってきてたりとか、あの取材中に女の子が着てるシャツ「いいねそれ」って言ったらもらったものを着たりとか、なんかあのそうですね、僕もそこはちゃんと 目を配ろうとしてたんですけども、あのシーンに関してはあのちょっとそこは失念してて、後で編集の時に「あっ Go the Distance」って書いてるって思ってわーってなってたんですけど、はい、あのそうですね、今見ると海外の方が見ると特にあそこに関してはあの意図的に撮られる方が多いんですけれども、あの本当のこと言うと、あそこは僕はあの Go the Distance の T シャツを着るんだみたいなことは考えて。先ほど監督が言われた、はい、あの主人公の、 あの女性を選ぶときに、
コザ の, あの地元の方を選ぶとなんかちょっと厄介だっていうことに気づいたって言ってたことがちょっと印象的で、はい、それってちょっと自分その何かその現実っていうのがちょっとどういうことになるのかっていうのがよく分からなくて、もしよろしかったらどう、まあ単純にコザに住んでるんで、はい、この例えばこの物語をこの映画を見た時に自分の家の悪口言われてるって感情になったりする人がいて怒っちゃう人がいるとすると、その近所に住んでる子が演技してたりするともしかしたらそこに飛び火が来る可能性もなきゃないなと。それなんでそういうふうに思ったかって言いますと、おばあ役を実はもうそれこそ半年以上ずっとあのキャスティングの人にお願いしていろんな方にオファー出してたんですけども、台本を見せたり企画書を見せたり直接話しに行ったらやっぱこの物語はできないと。あんたたちはあの大和でしょって、大和の人間はあの撮影終わったら出ていくじゃないって、でも私たちはうちなんちだからあの何言われるかわからないっていうのをあの沖縄の、 あの俳優さんたちに言われたことが一回あって、でやっぱりこの当事者にこの問題をやらせるっていうのはやっぱり非常にリスキーだなと思ってて、やっぱりあくまで演技でやりたかったっていう根本にあるのはそこで、あの実際問題その子を実際の当事者の子たちを当事者として描くっていうのはやはりなんかそこはリスキーだなっていう、コントロールもできないだろうし、でやっぱりそれをやれるのこそ本当の俳優さんだろうと思って、途中で頭のスイッチを切り替えて初心に戻ってやっぱり演技をするのは俳優さんだろうなっていう、いろんな意味の危険っていうことですね、はい、あの命狙われるとかそんなことじゃないんですけど、はい、沖縄で先行であの公開された時にまずその沖縄の中の方でどんな反応があったのかっていうのと、あとはキャストの方で実際にその東京から沖縄に入って演じるにあたってそのキャラクターとの今の自分等身大とのギャップっていうことでどんなあの感想といいますかコメントがあったのか教えていただけるとありがたい。大和の人間がうちなんち演じてどうだったかってことですかね。ちょっと 自慢になっちゃうんですけど、あの誰もあの大和の人間だってこの3人に関しては思ってなくて、そこは本当にあの、はい、あの嘘偽りなく絶賛されました。あの本当にコザ の中部とか南部とかコザ地方だったりウルマの地方だったりチャタンの話し方ってそれぞれうちなんち違うんですよ。で年齢によっても違うし、あの映画でも描かれてるんですけど、おばあとあのマサヤって言葉通じないじゃないですか、だったりそういうことがよくあるんですけれど、本当それがうまくあのこの子たちはあこの方あの俳優さんたちはできてるねっていう感じで、一回も方言についてはあのダメだって言われたことはないです。で、観客の感想ですよね。で観客の感想に関しては、まず、やっぱりあまりにも当事者に近いので、やっぱ特に女性に関してはもう本当に息が詰まるぐらいあの号泣される方が多くてですね、あの本当にあの我がことのように捉えてくださって、映画の満席の中で女性たちがワンワン泣く光景を見た時に、なんてものを作ってしまったんだろうな自分はっていうのをちょっと不安でもあったんですけれども、あのそういった中でもこの問題はやっぱりちょっと今まで目を向けきれてなかった分、やっぱ今後こういう問題は一緒に考えてやっていかなきゃいけないねっていう声がすごく多く上がったっていうのが僕はポジティブに捉えています。はい、でそれ以外の例えばいろんな批判とか賛否両論があるのは、逆にこの映画でこういった社会問題を知るきっかけになってくれればいいなと思っていて、すごく賛否両論が起こっているっていうのは今聞いているところです。で、僕たちが取材した逆に当事者ですねの女の子たちにはあの実は隠れてあの舞台挨拶の日に来ていただいた、そしたら喧嘩してたおばあと一緒に手つないできてくれて、本当に喜んでくれて泣いてくれて、かっこよかったっつって監督センスあるじゃんって言われたりとか最高だよって言ってくれたり、本当ね、まあ、未成年なんでね、まだ取材してた当時15歳とか16歳だったんで、彼女たちが本当に
自分が今後大人になって20歳超えた時にその子が言ってくれたのが、映画終わって今ちっちゃい子供いるんだけど、この子供学校行かせながら、おばあに面倒見てもらいながら一緒に共存できるように、自立できるようにおばあ孝行したいと思いますと言ってくれました。でそういった子がすごく多くて、よく取材してくれたことから DM 来ますインスタで、はい、が反響でしたかね、はいはい、最後に監督一言何かあればお願いいたします。明確な答えを導き出しているわけではないんですけども、映画っていうのは、僕が好きな映画は大体お客さんが見て自分で何か持って帰る映画だったんですよね。で、この葵っていうこういった子たちが実際にいるってことを知ってもらって、ちょっとでも知ると知らないでやっぱ違うと思うんですよね。そういうのってやっぱ映画で一個できる可能性だと思ってて、それがお客さんとの対話だと思ってるんですよね。なので絶望って撮っちゃったら多分絶望なんですよね、この映画って、ラストって。だけどじゃあこの子たちが希望になる、あの映画がラストが希望だっていう風になれば、どういった社会がなければダメなのかなっていう風にほんの少しでも考えるきっかけになってもらえれば嬉しいなと思っております。本当に偉そうに言ってすいません、はい、はい、ありがとうございます。この映画ですね、本当に皆さんでこう沖縄の問題ではあるんですけど、沖縄だけの問題でもないというふうに思っておりまして、本当に皆さんで議論していただいて議論していただきたいなというふうに思っている作品なんですけども、本当にテーマをですね、優先するために本当に有名な俳優さんなどもほぼ入れておらず、メインをみんなオーディションから選んだっていうような形なんですけど、ぜひですね、皆さんの口コミで本当に広がるような企画だというふうに思っておりますので、ぜひですね、応援していただきたいなというふうに思っておりますので、 SNS など何か書いていただけたら本当にありがたいと思っております。どんなご意見でもぜひよろしくお願いいたします。